A 級特選競争2組目7レースのスタート。1番外から7番車伊藤翼が前を取って、1番の矢口大輝が2番手です。5番の斉藤宗則、南関東勢が前を取ってラインを形成します。3番福島大島正人、6番岡山丹波安孝、そして後方から目標のない九州勢が追い上げていきます。4番永田修一、2番中井大輔です。1周回3コーナー、斉藤の外から4番の永田が挑んでいきます。1周回目の2センターから2番手3番手並走で、4番手も今並走状況に局面変わりました。2番手以降、内が5番斉藤、7番伊藤、3番大島、外側が4番永田、2番中井、6番丹波と、現在2番手以降は2人ずつ並走の状況で2周目に入っています。1番矢口大輝の本格選考1社となりました。メンバー中唯一特選に格上のスタートも連日選考の7着4着悔しい2日間、今日こそは勝って次のシーズン流れ乗せたいところ。そして2番手以降は2周目の手前から並走です。2番手以降、内側が5番の斉藤、7番の伊藤翼、3番の大島、一方2番手以降外側が4番永田、2番中井、6番の丹波です。2番手以降は並走のままレースは残り2周です。2番手外並走から4番の永田が一旦矢口の横並びかけて、すぐにまた2番手外並走に戻した。2番手以降もう一度並走に局面変わります。内側5番7番、3番、外は4番2番6番、矢口のペースだけ打勝です。スローな流れ、まずは2番手並走どちらが取り切るか、内が斉藤を守れるか、外4番永田奪い取るか。2番手お互い気持ちと気持ちの度合いが増してきました。永田が外から決めに行く、斉藤がしっかりと受け止めた。まだ2番手以降並走状況、まだ並走続く、蹴りがつかない。1番矢口が流している、2番手以降まだ蹴りがつかないが、最終バックで外4番永田が番手を奪い取った。5番の斉藤を力尽きた、3番の中井が奪い取った、九州で2番、3番で奪い取って中井が外に出した、3番の大島も外に出した、1番矢口先頭、矢口先頭で1番2番3番です。審判の決定をお待ちください。矢口がマイペースに持ち込んで逃げ切り勝ち、そして並走3番手外並走から中井が外伸びて、その後ろから追い込んだ大島が3番手、1番2番3番で入着です。矢口大輝、中井大輔、大島正人、1、2、3の入着です。決定までお待ちください。7レースでした。